こんにちは、伊藤桃です。今日はなんと初めてのプレゼント企画をしたいと思います。よいしょ。いやもう本当にずっとやりたかったんですけど、今回は福袋みたいな感じに、まあ、全部こうやって安いのからちょっと値段あるものまであるんですけど、値段を揃えて袋に包んで皆さんに抽選でプレゼントできたらなと思います。はいはい。そしてこのお洋服は、まあ、ルックブックで買ったものなど、まあ、グレールとか買ったものとか、まあ、1、2万とかで、まあ、結構いっぱい着て綺麗な状態のものだったりとか、あとシェリちゃんが結構多めです。めちゃめちゃお気に入りなんですけど、まあ、ブランドも始めて1年ぐらい経ったので、ぜひ皆さんに着てほしいなと思って今回はいっぱい出しました。まあね、はい、10万人登録も超えたし、そうです、応援してくれてるファンに向けてのね、はい、感謝みたいなもんですよね。そうなんですよ、もう大感謝福袋みたいな感じでやっていくので、結構量あるのでちょっと、まあ、一部なんですけどルックブックみたいな感じに少しだけ着ていきたいと思います。スタート。で、シリちゃんのラップワンピですね。ラップワンピ、これこうやって着るじゃないですか、はい、これは、完売しましたね。こんな感じでボタン止めます。で、この奥に紐があるんですよ。紐で、結構固く結んで、ラップっぽいっすね。多分ラップワンピって言うと思う。ラップってなんすか、わかんない。これ、実はめちゃくちゃ着てました、プライベートで。めっちゃいい。見なかった夏。いや、見たいね、うん、で、これね、ちゃんと足がね、ちょっと見えちゃうんですよ。なので、私はいつも見えてもいいやつを履いてたんですけど、こういうあれですね、これから夏ぜひ着てほしいなと思います。いいよね、こういうシンプルなアンピ、男受けよくない？てかめっちゃいいって、肩出してんのがいい。で、こちらもめちゃくちゃ人気だったセットアップです。かき編み？かぎ編み？なんかわかんないけど編み編みになってますね。こちらはペンシルっぽい感じのスカートにこのキャミ、またご質なんですけど、これも真夏にいっぱい着れます。もう死ぬほど着てましたね。これ黒もベージュも持ってて死ぬほど着てました。おー、じゃん、可愛くない？はいはいはい、じゃん、強めの子、強めのギャルでも結構似合うと思うし、あ、本当にカジュアルだけど綺麗めみたいな感じです。どうですか？これ下のスカートはなんかもうちゃんと下が見つけないように、そう、これは裏地がちゃんと膝の上まであるんですよ、ちゃんと、うん、なんで全然心配なしで、上だけ死ぬほど透け透けなんで、こういうキャミちゃんと着てください、うん、もう大事に着てくれたら嬉しいですこちらのショーパンです。こんな感じのハイウエストでボタンがこうついて、ちょっと韓国っぽい感じのズボンです。ちょっとこれトップスはちょっと今日着てきちゃったやつなんですけど、そしてこれは、ブラウン、ブラウンもプレゼントになってます。続いて、こちらのシリちゃんの今季ですね、完売したアウターです。可愛すぎない？どう？いいね。可愛すぎない？これ、うんうん、これめっちゃ着てたんだけど。これね、ファーなんですよ。これがファーで、ここはまあ締めれるんですけど、ぶっちゃけこうやって着た方が普通に可愛いですね、うん、で、丈がもうお尻ぐらいまであります、うん、かわいい。これ竹感がいいね。やっぱね、竹感いいよね、うん、こういうの、うん、続いてもギャルが大好きそうな、うん、アウターです。はい、こちらのアウターも出します。ラズっていうブランドで、去年の冬に死ぬほど着てました。これめっちゃあったかくて、私こういう形のアウターすごい好きなんですけど、まあ、もうロングコートです。ロングコート、まあこれは本当にギャルちゃんが似合いますね。ちょっと私清楚になってしまったので、顔がだいぶちょっと似合わないかなと思って、これはもうお下がりみたいな感じで出したいと思います。ぜひ強めのギャルちゃんが見てたら届くといいなと思います。グレイルのコートですね。可愛くない？めっちゃ、うん、はい、こちらはグレイルのルックブックで紹介した紫のコートです。これさ、すごいグレイルなのにめちゃくちゃちゃんとあったかくて、すごいちゃんとしてるので、私プライベートでもちゃんと着てました。これはもう色が可愛すぎて、これすごい高いコートに見えない？うん、これグレイルっぽくないね？すごい可愛いです。これ生地もしっかりしてそうだし、うん、続
続いてグレイルのこのピンクのコートです。これは福袋で紹介したんですけど、なんかちゃんと可愛くて着てました。プライベートでもこんな感じでボタンが閉めれます。じゃん、うん、丈が膝丈ぐらいですね。可愛くない？可愛い。コートめっちゃ好きなんだよね。ダウンよりコート派なので本当にお気に入りです。これかわいい。グレールに見えないよ、うん、やっぱ開けてきた方がちょっとかわいいかも。でなんかこの薄さ結構割となんか真冬向きではない感じの薄さなんですけど、これは春にも着れます、うん、なのでプレゼント企画してすぐ着れる。確かにね、春にいっぱい着てください。めっちゃいい。はい、まあ、いっぱい紹介したいのあるんですけど全部着るとめっちゃ長くなっちゃうんで、これとかはもう今でもシェリちゃんで3度目の再入荷してるパーカーワンピです。もうこれはもう今でも爆売れしててもうすごい人気のパーカーワンピなんですけど、うん、まあ、こちらはもうぜひ皆さんに一度着てほしいと思って出しました。いやだってね、買えなかった子ここでねゲットできるチャンスね。そうなんですよ。そしてこれはシェリちゃんのアウターです。可愛くないこれ。めっちゃ、いや袖がいい。え、そう、袖もファーなんですよ。めちゃくちゃポケットもファーだし、うん、かわいい。これも彼女がこういうの着てきたら好きになるわね、うん、モテるよね、うん、これはもうスーパー人気でした。続いて、こちらも人気でしたね。ボーダーのシャギーニットです。ピョナちゃんとの撮影とかお揃いで着てて本当にめちゃくちゃ人気でかわいいです。これで、まあなんか夏も近いので夏用のセットアップも用意してます。もうこの2つもね、うん、大人気でしたね。着てたイメージあるわ。いや着てたでしょ結構。うん、うん、めちゃめちゃ着てたのよ、うん、本当に着てたやつをほぼ出しましたね、はい、ということでプレゼントするお洋服を一着一着全部見せていきたいと思います。ではシェリちゃんのこちら、これはシェリミーです。あ、そしてこちら、ちょっと歪んでるけどこちら、そしてこちらシェリちゃんです。そしてこちらはグレイルのアウターです。これが A セット A です。セット A。 続いてこちらのロングの、こちらはシェリちゃんのセットアップです。こちらはグレイルのアウターです。こちらもグレイルのロングワンピです。こちらルックブック使いました。こちらはシェリちゃんのセットアップです。今のが B セットです。シェリちゃんのショーパン、グレイルのロングスカート、シェリちゃんのマシュマロニット、グレイルのラベンダーのコート、グレイルのこれ結構お気に入りニット、こちらが C セットです。こちらがグレイルのアウター、めっちゃお気に入りでした。こちらはシェリちゃんのニット、こちらはシェリちゃんのラップワンピですね。こちらはグレイルのコート、こちらが D セットです。こちらはシェリちゃんの紹介したかき編みのかかぎ編みのセットアップです。夏着れますいっぱい。こちらは大人気だったシェリちゃんの背中と胸のとこが空いてるワンピース。そしてこちらはじゃあグレイルのアウター、イグ&ワイパーのアウターです。こちらが E セットです。はい、こちらはレディのロングダウンです。こちらはシェリちゃんのショーパンですね。さっきの黒と色違いの、こちらが韓国のセレクトショップで買ったアウターです。そしてこれはシェリちゃんのちょっとギンガムセットアップなんですけど結構着てました、夏に。こんな感じでパンツです。かわいい、これかわいくない。こちらが F セットで F です。はい、続いてこれがシェリちゃんのダウンですね。これめっちゃ人気でした。こちらもシェリちゃんのニットワンピです。こちらがシーンのアウターです。こちらがシェリちゃんのプリーツースカート、こちらが G です。続いてこちらがシェリちゃんのアウターです。 AW のこちらも同じくシェリちゃんのアウターです。こちらがシェリちゃんのレザーのミニワンピ、こちらもシェリちゃんのスカートです。ロングスカート H です。続いてこちらがシェリちゃんのアウターです。こちらがザラのスカートです。チェーン付きの、こちらがロイヤルパーティーですね。シャギーの片方の肩が開いてるニットです。かわいい。こちらが愛です。続いてこちらがシェリちゃんのシャギーのボーダーニットです。こちらがシェリちゃんの SS のこれでバックリボンです、トップスです。そしてこちらもシェリちゃんのアウターです。こちらもシェリちゃんのセットアップですね。こ
トップスがこんな感じで、これもロングパンツになってます。これが J です。はい、ということで、こちらがもう全てプレゼントするお洋服なんですけど、応募方法は概要欄をチェックしてください。皆さんぜひたくさん応募してください。いっぱい応募待ってます。バイバーイ。